それでは計算基礎学1の第14回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回はモジュラー算法と呼ばれる一連のアルゴリズムについて紹介をしました。そしてそのモジュラー算法というのはですね、中国常用算法を使って、まず先にそのある常用感、いくつかの互いにそうな整数を法とする常用感で、計算を進めておいて、で後から中国常用算法で、そこからその整数上の計算結果を得るという方法でしたけれども、そのモジュラー算法の一つとしまして、中国常用算法によを使って、行列積の計算を効率化するという計算方法を紹介しました。で、今回ですけれども、今回と次回は、中国常用算法からちょっと離れまして、その高速乗算法について紹介をしたいと思います。で、今回は特にその唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介します。で、ここではその一整数の乗算とですね、それから一変数多項式の乗算を効率化しようというアルゴリズムについて紹介していきたいと思います。それではまず、その唐津波の乗算アルゴリズムですね、これは整数の乗算の効率化について説明をしていきたいと思います。で、ここではまず例としてですね、10進2桁の整数の乗算っていうのをちょっと考えるんですけれども、A と B ともにですね、こう10進2桁の整数とします。で、これ10進数で表しているときには、A が A1、A0、すなわち10の位が A1 で、1の位が A0 という数だとします。ですので、実際の整数で表すと、これは A1 の10倍プラス A0 っていう数ですね。ちなみに A0 と A1 は、0から9までの整数ということにします。あと B も同様にですね、10の位が B1、1の位が B0 ですから、整数としては B1 の10倍プラス B0 という形で表されているものとします。で、この A と B ですね、通常の方法で乗算を行います。通常の方法というのは、その各桁ごとですね、10の位、1の位ごとに乗算を展開して行うということで、こういう形で、このスライド上の形で乗算が展開されると思うんですけれども、この時の乗算の回数に着目します。で、そうしますと、この展開をした時に乗算の回数というのはですね、この1桁の整数の乗算が4回現れます。AHB1 と AHB0 と A0B1 と A0B0 というふうに、まず1桁の整数の乗算が4回現れるということに注意しておきます。で、これをですね、その唐津波の方法ではどのように変えるかというと、乗算の回数をなるべく少なくする方向で、計算を行います。で、実際にどういうことをやったかと言いますと、AHB1 とそれから A0B0 は、先ほどの素朴な乗算法と同じなんですが、ここで新たに A1-B0 と B0-B1 っていうのを計算して用意しておきます。で、そうしますと、実はこの中の部分っていうのは AHB1 と A0B0 はもう外で計算されていると。それだと、これに H-A0 と B0-B1 っていう乗算が1回加わるということで、トータルでですね、1桁の乗算、整数の乗算の回数を3回ということで、1回減らすことができます。で、この前、4回が3回になった、しかも、っていうのはあまり大きな変化に見えないかもしれませんし、しかもそれを乗算1回減らすために、ここで A1-B0 と B0-1 っていう加算が2回発生したりするわけなんですけれども、それでそのじゃあどういうふうに効率化していくかっていうことをちょっとこれから見ていきたいと思います。で、ちなみに10進2桁の整数の乗算の計算量はどのくらいだったかと言いますと、これは以前この授業で取り上げましたけれども、通常の方法ですと N 桁の整数っていうのは、単位
1倍長がまあ10進1桁と思って、これ n 桁の多倍調整数同士の乗算だと思えば、まあ、これシータの n 2乗にこうで評価できるというわけなんですね。ですので、その n 桁の整数の乗算にかかる計算量というのは、大体その桁数の2乗に比例すると思っていればいいわけです。でところで、こちらの唐津波の方法なんですが、これ n 桁の整数の乗算なんですけれども、これ n 桁の乗算ですと、まあ、こんなふうにこう、例えば a をですね、こんなふうに上位桁、上の2分の n 桁と下の2分の n 桁で、 b の方も上位桁の2分の n 桁と下位桁の2分の n 桁というふうにこう分けて考えます。でそしてそれを先ほどの要領で分解しますと、この十進 n 桁の整数の乗算をですね、2分の n 桁の整数の乗算3回分にこう分けるっていうんですね。で、このようにその元与えられた乗算をですね、より小さい桁 の乗算にこう分けて、行うようなアルゴリズムですね。これかとさらにこの先では、例えばこの、この n 2分の n 桁の乗算、例えば a1b1 とか a1-a0×b0-b1 とか、それから a0b0 というのをさらにこう再帰的に分割してこういくことになります。このようにその乗算に必要な演算をどんどんその下位桁のより小さい要素の演算に分解していくことをですね、分割統治というふうに呼びます。